皆様こんにちは、今日は2022年5月20日です。大阪市住之江警察署に運転免許証を、返納しに行きます。僕は1947年10月20日生まれで75歳になります。まあ、まだまだ自分では乗れる自信があるんですけど、とりあえず自信のあるうちに返納しようと思いまして、ちょうどこの免許証も、僕18歳の時に、免許証を取りまして、この免許証を取ってから、57年間ですね、免許証にお世話になって感謝の気持ちで、動画を撮っています。では住之江警察に行ってきます。プーチン離れ加速、今週月曜日モスクワで集団安全保障